どうも、スイス暮らしのパノットです。スイスの旗といえば、赤い背景に白い十字架。それはまだ普通かもしれないんですが、特徴的なのは形です。長方形のじゃなくて正方形なんですね。国章っていうか国の紋章も他の国と違って結構シンプルな、同じようなデザインですね。しかし、今日はスイスの国旗とか国章とかの話じゃなくて、スイスの中の州の旗、または紋章について話したいと思います。っていうか、まあ、レビューしたいですね。でも、やっぱりその前に、これですね、ベルン州のブラウアーゲーランケンタールのレッドエールです。では、飲んでみたいと思います。おー、すごい色が結構濃いですね。レッドっていうよりもなんかブラウンって感じですね。マルティーな香りです。なんていうんですかね、味がすごく濃くて、口の中ですごい、まあ、芳醇して、広がってます。はい、それでは、州の旗や紋章について、レビューしたいと思います。まあ、スイスといえばっていうか、まあ、ヨーロッパとかでもですね、国とかだけじゃなくて、まあ、町、まあ、スイスの場合は州とか、まあ、町とかも全部、旗や紋章があります。どこに行ってもありますよね。例えば、僕が住んでいるチューリーとかでも、普通に町の中に旗が飾られています。色だけでもですね、まあ、路面電車とかの色も、チューリーの色、白と、青になっています。そしてこれですね。これは確定申告の、まあ、州正式な説明書なんですけれども、まあ、色、いいじゃないですか、これ。白と青で統一されていて、まあ、州正式のものは、ほとんど全部、まあ、こういうデザインですね。州正式的なものだけじゃなくて、いろんなところに使われています。これはトゥリクムっていう人なんですけれども、チューリヒで作られていて、トゥリクムもまあ、ラテン語、チューリヒのラテン語の名前なんですけれども、まあ、色を使ってますね。旗です、旗です。その他にも、この二つのビールは、一目見てもわかるように、チューリヒで作られています。それでは、州の旗や紋章のレビューに入りたいと思います。スイスでは26の州で構成されています。デザインの方針で分けて、レビューしていきたいと思います。最初のグループですね、シンプルな色の州です。まあ、最初からですね、チューリヒ州、ルツェルン州、ツーク州、フリブール州、ソルトゥルン州、ティチーの州です。左右で分かれているものと上下で分かれているものがありますね。紋章で左右で分かれているものは全部まあ旗になると上下に分かれているものになってしまいます。まあ、個人的にはまあ統一してほしいですね。紋章で左右だったら旗も左右でいいんじゃないですか。そしてやっぱり一番使われている色は白と青なんですね。3つの州に使われています。その中で一番目立つなのはやっぱりチューリヒですね。なぜかっていうとまあ対角線じゃないですか。まあ左右まあ、上下とかじゃなくて対角線になってるので結構このグループの中で一番目立っていて自分が住んでいる地域だから贔屓かもしれないんですけれども結構好きですこのマークは。で次のグループは動物です。最初から見るとベルン州、ウーリ州、シャフハウゼン州、アペンツェル・アウサゴーデン準州とアペンツェル・イナゴーデン州、そしてトゥルガウ州です。クマは3つの州も使われていますね。最初はベルン州です。ベルンはスイスの首都ですね。このクマの形と色が結構僕は個人的に好きですね。赤と黄色結構いいですね。あとは2つのアッペンツェルなんですけれども、この2つほとんど同じじゃないですか。まあクマがあって、そしてアウサローデンの方は V と R があるってだけなんですが、名前でわかるかもしれないんですけれども、この2つの州はもともと一緒だったんですよ。カトリックとプロテスタントの違いでまあ分けました。だから、まあ同じルーツなので同じクマを使ってるんですけど、なんかもっと、なんか、一発で見るとなんか、どっちかっていうのがなっちゃうんですよね。まあ、見すぎですね。見すぎです。そして次は、ウーシじゃなくて、ウーリ州です。ウーリ州は、牛のマークになっています。牛の生首ですね。これは結構迫力があるんじゃないですか。黄色の背景で、牛って感じなんですけれども、いいですね。これは結構かっこいいと思います。次は、シャフハウゼン州なんですが、シャフハウゼンは、シャーフというのは羊なんです。だから、この旗と紋章は羊のマークになっています。そしてこのグループの最後は、トゥールガウ州ですが、ライオン2頭ですね。ちょっとなんかやりすぎっていうのがいっぱいいっぱいになってて、胴だけでいいと思います。そして動物のグループのおまけなんですけれども、まあ、人間も
もう動物の一種って思ってもいいかなと思うんですが、この、これですね、グラールス州です。このグラールス州のマークは州の守護聖人ですね。聖フリドリン。なんか意外と好きかもしれないです。グラールスから来ましたフリドリンです、みたいな感じの顔してるんじゃないですか。いいと思います。次のグループはモノです。オップファルデン準州とニッドファルデン準州。そして、バーゼルシュタ準州とバーゼルランド準州。そして、ザントカレン州です。アペンセルの両方の州はなんか似すぎですよ。まず、これ見てください。二つのヴァルデン、オブヴァルデンとニッドヴァルデン、これもまた昔同じ州っていうか同じ地域なので、まあ、名前も似てますし、旗も結構似ています。でも、違いがすぐわかります。両方鍵になってるんですけれども、色と数、向きで分かれています。そしてこれですね、バーゼル。バーゼルシュタットとバーゼルランドがあって、もともとも、まあ、同じ州、同じ地域なんですが、分かれています。バーゼルシュタット。まあ、町の方とバーゼルランド、まあ、田舎の方みたいな感じですね。マークは同じです。バーゼルシュタープっていうの、バーゼルのこの、なんていうんですかね、木、棒みたいなものを、バーゼルの下、バーゼルの棒っていうマークなんですが、向きと色で分かれていて、すぐ違いが分かります。最後はサントカレン州です。サントカレンのこのマークはファスケスっていうマークなんですが、これはですね、権威の表彰として使われているそうです。でもこれはですね、残念ながら、イタリア語でファッシ、団結という意味のファッシで、ファッシズムの、シンボルになっちゃってるのがすごい残念です。はい、次のグループは、抽象的なシンボルですね。シュビーツ州、ヴァレー州、そしてヌーシャテル州です。ヴァレー州は星がいっぱいあります。星13個あって、13個の地域っていう意味です。なんかアメリカの国旗を思い出しますね。そして残りの2つの州は、スイスのこの十字架、白い十字架を使っています。というか、逆ですよ、実は。シュビーツ州はですね、ウィレムテルの会で話したんですが、スイスの国の名前の由来です。でも、名前だけじゃなくて、国旗も、このシュビーツ州の紋章から来ました。ヌーシャテル州も白い十字架を使っています。色は、緑、白、赤。あれ？これは、なんかイタリアの国旗に似てないんですか？てか、同じですよ、この色の順番で。で、これが結構ですね、僕は誤解しちゃったんですよ。ああ、イタリアの国旗、プラス、プラス十字架。だから、スイスの中の、イタリア語を喋ってる時期ですかね、と思っちゃうんですけれども、実はこれはフランス語圏ですね。まあ、残念ながら、イタリアと連想しちゃいますね、この色は。そして次のグループは、まあ、組み合わせっていうのか、まあ、いろんなもので組み合わせたもののグループです。グラウブンデン州、アールガウ州、ジュネーブ州、ジュラ州です。グラウブンデン州は3つに分かれてますね。グラウブンデン州はもともと、まあ、3つの同盟からできた同盟です。同盟からできた同盟で州になったものなので、まあ、3つのモチーフになっています。そして、アールガウはこの2つ、右と左に分かれていて、アールガウでは大きな川が3つあったので、まあ、この波線で川の象徴ですね。そして、ジュネーブ州のこの紋章なんですけれども、左の方は和紙ですね。まあ、和紙はですね、精神ローマ帝国の象徴です。そして、最後はジュラ州です。ジュラは、まあ、ジュラ紀のジュラ。紋章は左右に分かれていて、左の方はバーゼルの、バーゼル下ですね。バーゼルと同じマークで、なぜかっていうと、ジュラ州はですね、1979年とかですかね、結構最近なんですけれども、バーゼル州から分割したので、バーゼルのシンボルを使って紋章を作っています。そして最後の一つの州なんですけども、これですね。ヴォー州。残念な。ヴォー州です。州の標語を使っちゃってます。この文字ですね。Liberté et Patrie。自由と祖国っていう意味なんですけれども、いらないです。消してください。これだけ消せば、もう、最初のグループですね。シンプルな色、旗とかに入るんですけども、この文字がいらないんですね。一番目立ちますけれども、一番悪い意味で目立ちますね。はい、これで全部のスイスの26州の旗と紋章をレビューしました。一番好きなのはやっぱりシュビーツ州ですね。それは、まあもちろんその色とシンボルはすごくシンプルでいいと思います。そしてまあ、スイスは真ん中じゃないですか、その十字架は。でもシュビーツ州は左上と右上になっているのが結構ですね、おしゃれだと思います。そして一番微妙なのはやっぱりヴォー州ですね。はい。はい、そしておまけなんですよ。またおまけなんですけども、日本の都道府県の旗、
都道府県旗も結構面白いんですよ。あの、リンク貼りますので、下の、あの、説明欄で、まあ、ウィキペディアへのリンクなんですけど、ウィキペディアのページを見てください。日本の都道府県旗も結構かっこいいものが多いと思います。見てください。それでは今日はここまでです。質問や意見がある方は下のコメント欄に書いてください。それまた次回楽しみにしてください。バイバイ。